皆さんいかがお過ごしでしょうか。ひろこぶぎです。ダンススタジオになかなか足を運べない人だったり、みんなには内緒でダンス上手くなったんねんっていう人のお役に立てると嬉しいです。ではリズムトレーニングをやっていきましょう。今回はアップのリズムをキープしながらいろんなステップを踏んでいこうと思います。アップはダウンに比べてリズム取るのが難しいと思うんですが、ステップを踏んでもアップのリズムが途切れないように意識してみてください。マンションに住んでる方でお家で練習する方はあんまりドタドタできないと思うんですけど、足の裏の感覚を意識するとあまり音を立てずにできると思います。 YouTube の機能で再生速度を変更できますので、自分に合った速さで練習してみてください。足幅が大きすぎるとリズムをキープするのが難しくなるんで、慣れてない方は足幅狭めで全然大丈夫です。慣れてきたら上半身はリラックスして揺らしていきましょう。では始めていきましょう。